はようございます。夫婦のお店カウンセラーの佐々木平野です。皆さんもうすぐお盆ですよね。7月にお盆のお家もあるし、8月にお盆のお家もあるみたいですが、お盆といえばお墓参りですが、気学の世界では八白土星がお墓参り、ご先祖様を担当しています。八白土星の方はなぜか長男が多かったり、引き継ぐもの、次男さんでも何か会社を引き継いでいく役目があったり、不思議とそういう運勢の方が多いです。八白土星の方は特にお墓参りがおすすめですので、もしくは最大吉星が八白土星の方もお墓参りがおすすめですので、ぜひ行ってきてください。今日はお悩み相談をいただきましたので、お話ししたいと思います。奥様からご主人が、お家を買う気になってくれないっていうご相談です。貯金はある程度貯まってて、もう探して住もうと探すっていうことをすればできるのに、旦那さんがなぜかその気になってくれない。なんでかな、どういうつもりなのかなっていう、お家の中ではお家探しのことが禁句になってるっていうことです。そういうことってありますよね。夫婦の間でもなんか本当に聞きたいことが聞けなくなっちゃう状況、そういうことってあります。旦那様の生年月日から星を見てみました。こういう方です。本命星が六白金星です。男らしい方です。月命が八白土星です。こちらも男性星ですが、そうですね、スピリチュアルな感覚をちょっと持っているかもしれません。傾斜が三碧木星、男の子星です。この3つが、星の中で性質を表しています。残念ながらこの旦那様は自分流のやり方があります。六白金星は指示を嫌います。人から指示されたくありません。八白土星もそうです。人から指示をされたくないです。三碧木星は、自分流のやり方があって、誰かのやり方を言っても耳に入ってきません。ですので残念ながらこの旦那様にを説得してその気になってもらおうというのは難しいと思われます。なので、奥さんとしてはもう待ちすぎるぐらい待ったかもしれないけど待つことをお勧めします。星を見ると晩年になればなるほどこの方は運勢がいいです。お金の管理をきちんとしてさえいれば晩年どんどんお金が貯まっていく星になっていますので、また不動産のところにも特に問題がありませんので、星はお家を買う資質は十分にあります。本人もきっとその気があると思いますが、ちょっと奥様とタイミングが違うだけだと思います。そういう言いにくいことを言うのにふさわしい日がありますので、後で申し上げますね。その前に、ご主人の最大吉星の時刻土星七赤金星 を意識して、時刻土星は何ていうのかな、母性ですね。母性が足りないっていうことなんですけど、この方に母性を持って接していく奥様として、あと七赤金星は喜び事とか楽しいこと、おいしいものですね。なので楽しいことをさせてあげる、おいしいものを食べさせてあげる、もしくは音楽なんかも担当していますので、三匹も音楽って意味がありますので、音楽のコンサートに一緒に出かけていく、そんな風にご主人の満ち足りたような生活を意識してみるといいかと思います。作戦ですよね。そういう風にご主人ちょっと満ちてもらう、その時に奥さんが話をするっていう作戦なんですけど、それで奥さんの星もいただいていたので、お二人の星を見て、言いにくいことを話すのにいい日っていうのがありますので申し上げます。8月3日間あります。8月の9日、8月の18日、8月の27日、この日にお話をしてください。
そのお話のコツなんですが、まずご主人の言い分を聞いてから自分のお話をしてください。最初に自分が畳みかけてしまっては失敗してしまうので、ご主人に聞き出すように、なんでかっていうことをやんわり聞いて、それから自分の言い分を言ってみてください。すんなり通ると思いますよ。もしかしてすぐっていうわけではいかないかもしれないけど、奥さんも納得する返事が得られると思います。試してみてください。試した結果、もし何かありましたらご連絡いただけると嬉しいです。ありがとうございます。ただいまお悩み相談受付中です。メールアドレスに、メールアドレスかフェイスブックのメッセージにお悩みと生年月日を添えてご連絡ください。また夫婦のための夫婦のお店のカウンセリングのモニターさんも募集しております。ご夫婦でお店を経営して頑張っていらっしゃる方、1ヶ月お試しで鑑定ができますので、よろしければご連絡ください。ありがとうございました。ごきげんよう。